Hykros has sent someone into the quarantine zone. It's time to release the hull. Target signal lost. I can't locate it anymore. Careful. Something about this place doesn't feel right. Here? How? Run! It's a trap! We need to lose them. Watch out! Let's go! Today's definitely not my day. A mine? This wasn't mentioned in the intel. Energy reserves are low. Oh, please don't fail me now. No! Those monsters aren't here! Close. I didn't think the big one would follow me. I need to contact headquarters somehow. Hope there's a way out. Just a little longer! The suppressor energy. Just a little more. A little! Target acquired. Understood. Take them away and wipe their memory.
Their heart rate is stable. The worst is over. Now comes the road to recovery. Good thing we got there in time. Hmm? Was that movement? A light? What happened? Hey! Can you see me? Zeke, come here! Are you awake? Suppressor seems to be fine. No need to worry. Where am I? サプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。ああ、かなり。あなたたちは。丸一日意識が戻らなかったのよ。私てっきり。こいつはシャーリー。俺は兄のジーク。このシェルターの責任者だ。あなたたちが助けてくれたのか。うん。シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それにサプレッサーのバッテリーも切れていた。それで仕方なくシェルターに運んで応急処置をしたというわけだ。ここはコードナンバー HT501 アストラシェルターだよ。それはそうと、名前は何だ。なぜ裏山に一人でいた。それが何も覚えてなくて。私が見つけた時は全身擦り傷だらけだった。もしかすると迷子になったスカベンジャーさんかな。迷子それは運が悪かったな。あのメカの墓場には異星獣が住み着いている。生きているだけで儲け者だ。記憶が戻るまでここにいるといい。さっき全身を検査したが特に問題はなかった。ありがとう。助かるよ。とりあえず身なりを整えろ。それではいくらなんでもひどすぎる。シャーリー、こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ。彼女にはもう知らせてある。わかった。ついてきて。武器はあそこの箱の上よ。忘れないでね。シャーリーとジークはここで育ったのか。私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるの。その頃はまだ人も少なくてね。みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。え？準備ができています。いつでもどうぞ。これは私はミア、第4、第4、第4世代 AI サーバントです。こんにちは。ミアはこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。でも言語モジュールにちょっと問題があって時々会話が変なの。すみません。ミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ早くこちらへ。セリーンさんをお待たせしてはいけません。ねえ、あそこに戦艦があるでしょ。あれはベツレヘム号。50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。はっ。50年も。大厄災の時、
よ。行きましょう。なあ、あんたが裏山で救助されたって子ね。はじめまして。シャーリーと同世代かしら。外の世界で随分苦労したんでしょうね。セリーンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。やっぱり孫にも衣装ね。ありがとう。いいえ、ほら、見た目も小ざっぱりしたことだし、無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら。うん、任せて。セリーンさんに気に入られたみたいね。ほっ、ここは制御室。ほっ、シェルターに異常がないか観測するの。おはよう、シャーリー。タールさん、おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か？体の具合はどうだ？おかげさまでなんとか。そうか、今の世の中平穏無事が一番だ。お店長様に感謝しねえとな。パウルさん、お酒臭い。あった昨日ちょっと飲みすぎてな。ちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってたとこだ。でもまだお酒が残ってるんじゃない？データの件は私に任せて。この間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよ。あ、いやいやここはお前さんたちに頼むとするか。え、興味あるんだ。いいだろう、シェルターの環境を知るいいチャンスだ。ドローンと一緒なら道に迷う心配もない。水分データ収集中。鳥になった感想はどう？しっかり捕まってね。緊張しないで。私は記録呼び出し。シャーリーは先日の飛行中川に落ちました。え、植生データ収集中。岩層データ収集中。戻りましょう。地質データ収集中。データサンプルはこれで十分だろ。上出来だ。戻っておいでよ。他の場所も案内してあげる。なかなかやるな。そんじゃこのデータをアルフレッドに届けるとするか。とにかく今日は助かったよ。ありがとうな。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は人体に多大な悪影響を及ぼすと判明しました。健康に配慮したレシピをご参照ください。パウルさんには狩猟の削減と適度な運動が必要です。そうだよ、ミアの言う通り。パウルさん、体には気をつけなきゃ。ああ、わかったよ。じゃあ行こっか。他の場所も案内するね。サミーさんを紹介してあげる。よっ。
シャーリー、どうしたんですか？私に何か用でも。新しい友達を紹介するね。はじめまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか？平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたからもう大丈夫。あ、紹介がまだだったね。こちらサミーさんと言っても、私より二日お姉さんなだけだけど、このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば何か食べさせてもらうといいわ。いいですよ、何でも好きなものをリクエストしてください。でも転送ゲートの修理が終わるまではベンジス港に新鮮な食材を買いに行けないんです。修理だけなら私たち二人で十分。ほら早くついてきて。でもゲートの修理のことお兄ちゃんには内緒よ。記録、今月シェルターで発生した事件は8件、うちチャーリー関連は。ここだよ。これが私たちの転送ゲート。それがよくわかんないの。パウルさんはオムニアムを使って転送したいものをバラバラに分解して遠いところでまた組み立て直すんだって言ってた。うん、じゃあ人間を分解して組み立て直しても元通りになるってことか。どうだろう。でも私も何回も使ったけどこの通りピンピンしてるよ。それでどうやって修理するんだ？エネルギーコンバーターのフィルター故障だから予備のものと交換するだけ。それだけ？それだけ。パウルさんがそう言ってたもん。私はプログラムを調べるから、あなたは替えのフィルターを持ってきて。あそこだよ。見える？予備のフィルターがあの建物にあるの。フィルターを装置に入れるだけで OK よ。正確に。ちょっと押し込むの手伝ってくれない？なんか引っかかってるみたいで。できた！お茶の子さいさーい。あとはちゃんと動くか確認したら終わりね。確認ってどうやって？もちろん自分で試してみるんだよ。でも転送ゲートには自分が起動したゲートの間でしか転送できないっていう制限があるの。だからあなたはこのゲートしか使えない。確認は私に任せて。でもそれって大丈夫なのか？大丈夫、心配しないで。すぐ戻ってくるから。もう大丈夫、全部片付けた。怪我は？
てない。記録中。シェルターで今月発生した事件は計9件。ごめんなさい、私ちょっと虫が苦手で。なんであんな奴らをおびき寄せてしまったんだ。転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジスの浜辺に放り出されて、そこでモンスターたちに襲われて、ほんと最悪。でも位置情報システムは複雑すぎるから、パウルさんでも直せないかも。ホラン、ホ、フランツさんに助けを求めましょう。うん、そうだね。あの人なら何とかしてくれるはず。ハガードから来たフランツさん、とにかくすごい物知りなの。お願いしに行ってみよう。警告、転送ゲートは故障中、正常に使用できません。ミアはここに残り、皆さんに警告を続けます。さすがミア、そうしてもらえると助かる。気をつけて、お兄ちゃんに気づかれないように。よっ。会いたい人はシェルターの外にいるのか。あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。ああ、あれか。あの岩バーチャルみたいに見えたけど。あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。遺跡か。中には何があるんだ。わからない、お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でもきっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だってあそこを調べるためにハガードからフランツさんが派遣されてきたくらいだもの。さあ準備はいい？川のあっち側まで行くわよ。外は危険だから、はぐれないように気をつけなきゃね。フランツさん。あれ、チャーリーじゃないか。どうした？よくジークが外に出るのを許してくれたな。お兄ちゃんは忙しくて手が離せないから、仕方なく私がお願いしに来たの。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。でもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくて。それならお安いご用だ。帰るついでに直しておこう。まさか今すぐ直してくれないの？え、でもこのデコンストラクターも故障中だから今ちょっと。デコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。でもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだ。これ直すのって大変？ショートしただけなんだが、中の部品が焼けてしまってね、修理には時間がかかりそうだ。でもサミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないの。シェルターの食料ストックが底をつきかけてて。ええ、分かったよ。それならこっちは後回しにして転送ゲートを優先しよう。悪さしないでおとなしく待ってるんだよ。もちろん、いい子だもん。あれがオムニアムタワーよ。ハイエナの縄張りだから注意してね。そのドロイドはこの上にいるのか。うん、前にパウルさんと来た時はエレベーターで登ったの。うっかりしてたら落っこちそうになっちゃって。パウルと一緒に？うん、でもそれ以来お兄ちゃんがついていくなって。きっとパウルさんが私の悪口でも言ったんだわ。パウルはなぜここへ？タワーには何があるんだ？もちろんエナジープールにオムニアムを補充するためよ。シェルターのいろんな設備を動かすためにオムニアムが必要なんだけど、自分たちで集められる分じゃ全然足りないの。だからパウルさんは定期的にここに来てエナジープールの補充をしているの。
はあ、オムニアムが直接シェルターに送られてくればいいのに。じゃあタワーの上のドロイドって何してるんだ？ずっとタワーにいるだけ？そうよ、このオムニアムタワーの管理人だもん。ここに備蓄されているオムニアムは誰でも好きに取り出せるわけじゃないの。ハガードには厳しい規則があって、パウルさんも毎回決まった割当て分しか受け取れないの。さあ、その子に会いに行きましょう。アストラ島管理人、リトルミリー、起動しました。ご用件を受けたまわります。こんにちは。あなたにお願いしたいことがあるの。シャーリーさんが何かお困りなのですか？デコンストラクターの修理をしたいんだ。ここに予備の電源があったら貸してくれないか？お安いご用です。予備電源は差し上げます。これは私とあなた方人類の友情と信頼の証です。先ほどアストラ島の地形データを採集したばかりです。あなたにも同期しましょう。データ同期中。エコロジカルステーションのこと、まずはジークに伝えるべきじゃないか？ううん、お兄ちゃんに見直してもらえるいいチャンスだもん。私たちで解決できると思う。解決できなかったら情報を持ち帰ってお兄ちゃんたちに解決してもらおう。建設しました。バレンタウンの放射をリアルタイムで監視して汚染を防ぐものです。はっやっはっほっ。もし故障したら影響は深刻です。急いで侵入者を撃退しないと。
安全確保のため武器とアバターデータの使用権限を解放するようハガードに申請します。武器の使用権限？え、本当にいいの？早く早く、ずっとやってみたかったんだ。申し訳ありません。シャーリーさんには武器システムの使用権限がありません。え、じゃあさっき言ったのはどういう意味？武器システムはレベル4以上の権限を持つユーザーにしか解放されていません。例えばあなたのご友人です。え、それって、え、俺？あなたがどうしてハガードの権限を持ってるの？もしかしてハガードの人なの？いや、その、本当に覚えてないんだ。ちょっとウィリー、本当に本当？間違ってない？権限レベルチェック中。はい、間違いありません。私の生体情報識別システムの精度は 99.988-4523。 うわー、ストップストップ、分かったから。あなたってもしかして本当はハガードの秘密工作員か何かなんじゃないの？そもそもさっきから言ってるハガードって一体何なんだ？まさかハガードのことも。まあいっか、何もかも忘れちゃってるみたいだから。あん、ほら、あそこに高い塔が見えるでしょ？あれがオベリスク。ハガードはその上にあるの。ハガードはすごい人たちがいっぱいいるの。それに神秘的だし、お兄ちゃんの話だとハガードはうちのシェルターにたくさんの物資を援助してくれたんだって。でもパウルさんはあの人たちのことがあんまり好きじゃないみたい。いやいや、もちろんあなたは別だよ。気にしないで。あ、そうだ、もしあなたが本当にハガードの人ならフランツさんに頼めば調べてもらえるかも。帰ったらフランツさんのところに行ってみよう。権限の認証が完了しました。武器システムが解放されました。ほら、これを見て。
の？私も行く！このアバター武装はハガードの最新作です。ハガードが開発したアバターシステムは、対象となる人物の人格、行動モデルを AI データに変換し、それをデータベース内の特定のユニットに保存するというものです。 AI は元の人格や記憶の一部を保持し、ユニットを使用する利用者の戦闘をアシストします。その機能を有効活用して、一刻も早くコレクションドロイドを連れ戻してください。他に何か手伝えることは？急に雨が降り出したから急がなきゃ。見て、デコンストラクターの電源交換が終わったよ。だけど正常に動いてるようには見えないな。どこが問題かは分かってる。さっき検査した時、内部の投射装置が壊れてるのを見つけたの。きっとレンズの故障ね。でも解決方法ならある。あそこに水の核体があるでしょ。あれをレンズの代わりにすればいいの。うん、じゃあ取りに行ってくる。水核体は神経質なの。脅かさないようにゆっくり近づいて。さあ、あとはデコンストラクターの前に置くだけよ。もう少しこっち。そうそう、行こうか。よし、成功よ。うまくいった。わあ、見て見て、これが本当の姿か。中を見てみない？危険すぎるよ。平気平気。うまくいったわ。じゃあ入ってみよう。あれ、ミオ、どうしてここに？転送ゲートはフランツさんにお任せして、ミアはあなたたちを探しに来ました。うん、せっかく来たんだし一緒に中に入ってみよう。でもみんなには内緒ね。中ですか？早く早く、お兄ちゃんたちに見つかっちゃう。ご主人様、お待ちしておりましたにゃ。失礼、識別システムにエラーが発生して人違いをしてしまったにゃ。
顔認識第一世代 AI サーバントビビピーナッツ、こんにちは。僕はご主人様を待ってるにゃ。間星が第二次タイムリバースを行った時、ご主人様がここで待つようにとおっしゃったにゃ。今日で17682日目にゃ。記録17682日、約48年前。子猫ちゃんのご主人様は？タイムリバース計画には秘密保持契約があるから何も話せないにゃ。ごめんにゃ。ミヤのセンサーが、あなたには全面的なアップデートとメンテナンスが必要だと検知しました。そうね、一緒に行こう。誰かに検査してもらえるかも。心配してくれてありがとうにゃ。でも僕はこのままでいいにゃ。タイムルインズに入るなら警戒した方がいいにゃ。内部から強い変異反応が出てるにゃ。そこにご主人様のある系があるから、ぜひ役立ててくだされにゃ。い低電力モード、うん。そのタイムルインズって遺跡のこと？あれは何のためにあるんだ？ピーナッツはスリープモードに入りました。これ以上の情報は提供できません。ああ、かわいそうな子猫ちゃん。このまま飼い主さんを待たせてあげようか。さっき言ってた RK って何？うん、多分前にあげたジェットパックみたいに探検の役に立つものだよ。見に行ってみよう。いや、中は危険かもしれない。入り口で待っててくれ。はい、お気をつけて。ててせき内部から強い変異反応が出てるって言ってたけど、こいつらのことか。でもここはガランとしていて何も珍しいものはなさそうだね。期待してたのにな。モンスターたちはここで何をやっていたんだろう。さあ、もっと奥に行ってみないと。この火薬だる、ひびの入った壁を吹っ飛ばせるんじゃないか。ハイエナも潜入してきたのか。
金の亡者だから、きっとこの遺跡には何か金目のものがあるのね。ここは廃棄される前は何に使われてたんだ？さっきピーナッツがタイムルインズって言ってたけど。知らない。ただパウルさんが言ってた。ここはハガードも手がつけられなくて放置されてたんだって。大厄災なんかとも関係があるみたい。でもパウルさんもあんまり詳しくは知らないみたい。いつも今忙しいからってはぐらかされちゃうの。まだ探索する気？せっかく来たんだからもっと奥に行ってみよう。もしも本当に危なかったらその時にこっそり引き返せばいいしね。シャリ、早く隠れて。俺が相手をする。せー、あれが奴らのボスね。バリアが消えてる。おそらく出口はこの上だな。ここは危険だと前にも言ったはずだぞ。手伝おうと思っただけなの。手伝い？面倒を増やすだけだろ。でも私。でもじゃない、すぐ戻るんだ。今後は俺の許可なし。お兄ちゃんなんか大っ。シャリー、すまない、シャーリーのやつ。そう落ち込むなって。ただの兄弟喧嘩だろ。でも君たち二人が修理してくれたおかげで俺は随分手間が省けた。ナジーク、チャーリーは君が思ってるよりずっと優秀だよ。あの子をもう少し自由にさせてやってもいいんじゃないか。ああ、あいつとよく話し合ってみるよ。チャーリーは今頭に血が上ってるから落ち着くのを待った方がいい。なんなら先に若者同士で話をさせたらどうかな。そうだな、さっきは俺もきつく言いすぎた。今はあいつも俺の顔なんて見たくないだろう。悪いが、シャーリーの様子を見てやってくれないか。雨に濡れて冷えるといけない。わかった、任せてくれ。Thank you.
私の出番？
せいせいせい。ジークも本当は、うん、分かってる。わがまま言ってまたお兄ちゃんを怒らせちゃった。まったく、君たちと来たら雨が止んだらジークに謝りに行こう。なんだか怖い。お兄ちゃんきっと怒ってるよね。やっぱりもう少ししてから戻った方がいいかな。付き合ってくれてありがとう。じゃあ行こっか。はあ、お兄ちゃん、あのね、お前ももう立派な大人だ。そろそろ自分の道を選ぶ時が来たのかもしれないな。自分の道？はあ、フランツの言う通りだ。シャーリー、大人としてお前には自分の道を決める権利がある。私、お兄ちゃんみたいになりたい。シェルターの役に立ちたいの。こういう暮らしは大変だぞ。平気だよ、この先どうなるかくらい分かってる。お前はまだ何も分かっちゃいない。だがこれから嫌というほど現実を思い知らされることになるだろう。でも私頑張るから。何の音だ。気をつけろ。一体何が起こったんだ。これは憎たらしいアベンジャーよ。
もちろん。パウル、警報システムが故障したのか。強力な電磁干渉を検知した。こいつら用意周到だ。中央制御台で眠ったままのオムニアム衛兵を戦場に投入するんだ。完成込めて整備したんだ。撤退し始めたわ。橋を守れ。ジグ、シャーリーの様子はどうだ。ひとまず危機は脱した。だが楽観はできない、はあ、全部俺のせいだ。治療法はあるのか。シェルターには最低限の医療設備しかない。できることはもう全てやり尽くした。セリーンがベンジスの友人に連絡して人手をよこしてくれるそうだ。俺もフランツに相談してみるつもりだ。情報通の彼ならいい治療法を知っているかもしれない。少しの間シャーリーの看病を頼めるか。すぐ戻る。さっきの話聞こえてた。お兄ちゃんフランツさんに会いに行ったのね。
ねえ、私もう助からないのかな。ごめんね、みんなに心配かけて。私、うん、なんでもない。ちょっとお腹が空いちゃった。食べ物を持ってきてくれない？なんでもいい、お腹いっぱいになればそれで。ありがとうね。どこにいるんだ？あの体じゃ早く探さないと。シャーリー、どうして外に出たんだ？ちょっと星が見たかっただけ。ごめんなさい。ほんの少しでいいから一人になりたかったの。小さい頃お兄ちゃんに連れられてここでよく星を見てたの。私はここ好きだな。平和で静かで嫌なことなんて一つもなかったようで。ずっと昔のままでいられたらいいのに。兄ちゃんを悲しませたくなんてないのに。シャーリー、大丈夫か？私、どうしたら。シャーリー。すまない、ジーク。俺がちゃんと見ていれば。お前のせいじゃない。シャーリーの状況が予想よりはるかに深刻だったというだけ。俺の判断ミスだ。シャーリーの全身をくまなく検査したが、予断を許さない状況だ。いつ何時悪化してもおかしくない。セリーンの友人が手伝いに来てくれるそうだ。だが到着は早くても明日になる。そんなに長くは待てない。悪いが、アストラ島の北の海岸に今はもう使われていない実験室がある。そこに救援要請を届けてほしい。それとこの件はシェルターのみんなには黙っていてくれ。悪いがその人物の正体は明かせない。こんなことを頼めるのはお前しかいないんだ。ここはずっと前に廃棄されたみたいだ。電子機器はまだ動いているのか？このデータはタイムルインズ。座標の位置はシェルターのあたりか。誰かの家に行くとき、いるかどうかをまず確かめた方がいい。すまない、伝言を預かってきただけで。見るつもりじゃ。それで何をしに来た？ジークの妹が重傷を負ってしまったから
助けてもらえないかと。よっほっ。それはこっちで処理する。他に用がないなら早く立ち去れ。ほっ。本当に助けてくれるのかな。やるんだジーク。これいいの。落ち着いてくれ。掟を決めたのはあんただろう。俺が何とかする。シャーリーはモンスターじゃない。俺がちゃんと直すから。こんなことになるなんて。何があったんだ、ジークはなぜあんなことを。ここでは誰かが変異したら、一番親しい人の手でその命を終わらせるという掟があるの。そうすれば少なくとも人として死ねる。シャーリーがあんなことになって私たちだって辛い。でもジークは、パールと私はここに残ってみんなの動揺を抑える。ジークのことは俺が様子を見てくるよ。よっ。ジーク、シャーリーを眠らせてやろう。シャーリーはまだ死んでない。分かってると思うけど、現実を受け入れるしかない。シャーリーはもう。結論を出すのはまだ早い、フランツ。この少女は新たな命を賜る。へえ、この子は何になるんだい。クローン、ロボット、それとも君みたいな存在かな。生命の形式にとらわれるなんて浅はかだ。時間が来た、行こう。ジーク、何を選ぶべきかよく考えるんだ。俺はこの子を家に連れて帰る。おっと、全部見られてしまったか。ジークと一緒にいたのは誰だ。古い知り合いさ。それほど親しくはないけどね。あの人言ってたよな、シャーリーにはまだ希望があるって。それ本当なのか。俺の知る限りでは
一度始まってしまった変異は止められない。気の毒な感染者にしてやれることは人のまま命を終わらせてやることだけ。じゃあシャーリーは、彼らがどうやってあの子を救うつもりかは知らない。だが命は取り留めてもシャーリーは俺たちの知ってるシャーリーのままだろうか。ん？何か言いたそうな顔してるな。その件は秘密にしておくつもりかと思ってたよ。知ってたのか。ジークならそうするだろうと思った。で、そいつは君になんて？その人には会えなかった。通信機を使って SOS を出したら協力するという返事が戻ってきた。それと実験記録のようなものを見つけた。タイムルインズについて書いてあった。タイムルインズか。ずる賢いやつめ。俺としたことが不覚だった。ジークが助けを求めた相手って？アイダの子のボス、コードネームはサーガ。組織内でも奴は極めて神秘的な存在だ。奴が本当にこの島にいるとしたら、さらに面倒なことになりそうだね。シェルターに帰ろう。みんなはまだジークがいなくなったことを知らない。戻ってみんなと相談しないとな。待って、フランツさん、手伝ってもらいたいことがあるんだ。ん？どうしたんだい？俺の身元のことなんだけど、俺ハガードの人間なのかもしれない。なんだって？記憶をなくしているんじゃなかったのか？うん。でも俺にはハガードの武器使用権限があるらしいんだ。シャーリーはあなたなら俺の身元を明らかにしてくれるかもしれないって。この件は君とシャーリー他に誰が知ってる？いや、シャーリーは他の人に話す余裕はなかったと思う。よし、状況は理解した。君をハガードに連れて行く。君が本当にハガードの人間なら彼らがそれを証明してくれるだろう。ただしこの件はまだシェルターのみんなには黙ってろよ。今はできるだけの面倒事は避けたい。わかった。何？ジークとシャーリーが連れて行かれただと？なんで止めなかったんだよ。止める？彼の性格は君だって知ってるだろう。クソ、ジークを連れて行ったのは誰だ？アイダの子だ。ジークはシャーリーを救えるという奴らの言葉にまんまと乗せられたんだよ。アイダの子だって？ハガードを倒そうと企む奴らだろ。あいつらがなんで？それはジークとシャーリーの両親はかつてアイダの子のメンバーだったからだ。嘘だろ。そんな、ジークはそんなこと一言も言ってなかったぞ。二人の両親に起きたことは悲劇としか言えない。ハガードとアイダのことの争いで犠牲になったんだ。だからこそジークが今望むのは穏やかな生活だけだったはずだ。だがジークを仲間に引き入れたいアイダの子にとってシャーリーは最高の駒だ。妹を助けるためならジークはどんな犠牲も厭わない。つまり今回のラベンジャーの襲撃はアイダの子が裏で糸を引いてたってことか？アイダの子が直接関係しているとは言い切れない。だが俺の知ってるアイダの子は目的のためなら手段を選ばない奴らだよ。ジークを連れ戻さねえと、あいつが狂った奴らの駒にされてたまるか。俺に任せて、絶対にジークを見つけてみせる。アイダの子は一筋縄じゃいかない相手だ。お前さんもわざわざ自分から苦労を背負い込むことはないぞ。助けてもらった恩返しがしたいんだ。パル、シェルターにはいろんなことがあったばかりで、今は再建と秩序の回復が最優先だ。君がいなくちゃ困る。だからジークのことは俺たちに任せてくれ。俺はこの子を連れてハガードに行き、上層部に今回の件を知らせてくる。きっと協力してくれるはずだ。ありがとう、フランスさん。気にすることはないさ。君の乗り物を用意しておいた。外にあるから準備ができたらオムニアムタワーに行こう。
ぶさ号を試してみましょう。ミアも皆さんのお話を聞きました。シャーリーとジークは本当に戻ってくるでしょうか。ミアは体内の共感回路の振動を感じることができます。シャーリーとジークは大切な仲間です。私は壊れたちっぽけな AI サーヴァントですが、二人を探し出せるのなら一緒に連れて行ってください。うん、行こう。そして必ず4人で帰ってこようね。全ての始まりだ。どうしたんですか？報告。オムニアムの異常を検知。調査に向かってください。登ってみよう。冬になるとシェルターのオムニアムが不足するから、ハガードが下のタワーにオムニアムを送り込むんだ。しかし今日は問題が起きたってこと？まあそう慌てるなって。多分エナジー供給の指令ミスがあったか、スイッチの誤作動だ。まあ上の連中に直接聞いてみないとはっきりしたことはわからないが、俺がオベリスク上層部域の転送ゲートを開ける。でも短時間しか持たないからしっかりついてこいよ。立ち止まりなさい。さもなくば強制措置を。アストラ島からフランツさんと一緒に来ました。うむ、アストラシェルターコードナンバー HT5。 フランツさんから話は聞いています。こちらへ。記録。ミアは初めてハガード区域に入り、他ようこそ。俺の名はカラマ、第9地区のエクセキューター指揮官だ。カラマ隊長、オムニアムタワーに何か異常でも？アイダの子がオムニアムタワーのエナジー伝送モードを改ざんした。5つのタワーそれぞれに蓄積されたエナジーが俺たちの足元にあるセントラルタワーに逆流してきたんだ。セントラルタワーのエナジー貯蔵量には限りがある。限界値を超えればここにある設備は過負荷により損傷する危険性がある。問題は深刻そうだな。何か解決策は？こうなった以上は余分なオムニアムを地表に放出するしかない。だがそれは放射能汚染を伴う。何度も使える手ではない。やれやれ、このトラブルには長官のエルリックも頭が痛いだろうな。あ、おっと、君の話をしよう。
ここに来る前に君の大体の状況は伝えてある。フランツさんから届いた報告書に、戦闘中にお前が一瞬時空の歪みを引き起こしたと書いてあった。それは本当なのか？はい、周囲の時間の流れが異常に遅く感じる時があります。それは俺たちが幻想タイムと呼ぶ現象だ。人為的要因で局地的に時間軸に異常が生じる。エクセキューターの隊員にしか使えない特殊能力だ。エクセキューターはハガードが各種オムニアム災害に対応するために組織した精鋭部隊だ。隊員は時間軸をある程度操作できるよう遺伝子を操作されている。エクセキューターのデータベースにお前に関する情報があった。最後の記録は半年前、お前とお前の正体がある作戦の最中に失踪したと書かれていた。俺がエクセキューターですか？お前がエクセキューター部隊の隊員だったことは確かだ。だがこの半年の間、お前の身に何が起きたかははっきりしない。エルリックは、君は第9地区の所属ではないから、自分たちも君の詳細情報にはアクセスできないと言うんだ。つまり君は、他の地区から来たのではないかと。他の地区？ああ。だがエルリックが言うには、今は非常時だから、ひとまず君も第9地区の管轄下に置くそうだ。俺たちの前には問題が山積みだ。アイダの子が虎視眈々と機会を伺っている上に、オムニアムタワーの異常も早急に解決しなければならない。ハガードの第9地区は今人手が足りない。そこでお前にアイダの子の陰謀を阻止してもらいたいのだ。お前の件は第9地区のオフィサーであるエルリック様に報告済みだ。今すぐ会いに行ってくれ。ハガードへようこそ。私が第9地区のオフィサーエルリックだ。カラマ隊長から事情は聞いている。君のように優秀なエクセキューターを迎えられて非常に嬉しく思う。ジークのことで何か分かったらすぐにフランツさんを通じて連絡を入れる。できるだけのことはすると約束しよう。ありがとうございますエルリック長官。アストラシェルターに救出された時にはすでに記憶を失っていたとフランツさんから聞いた。それは事実かね？はい、何も覚えてなくて。報告書には君は高度な戦闘スキルの持ち主だとあった。エクセキューターとして身につけたスキルは記憶とともに失われなかったようだね。それはつまり君がまだエクセキューターとしての職務を果たせるということだ。期待しているよ。部隊に戻る前に精密検査を受けてもらいたい。君の身体データを記録してサプレッサーをアップグレードせねばならない。わかりました。もう準備はできています。準備はできたか？うまく活用してほしい。お、仲良くやってるようだね。フランツさん、大丈夫？あれ？大丈夫大丈夫。どうだい、おじさんたちにいじめられなかったかい？フランツさん。ね、事情は全部話したのか？
いや、まだだ。おやおや、いつもの悪い癖だ。隠し事ばっかりするくせに、他人には命がけで働けって言うんだから。この子の身に何が起きたのかは、まだはっきりしない。先ほどの検査で、サプレッサーのチップから未知のウイルスが発見された。ウイルスはエクセキューターのデータベースに攻撃を仕掛けようとしたが、我々は直ちにそれを察知し、位置を特定した。だがウイルスは発見されるとすぐに自動消滅したため、感染経路をたどることはできなかった。え？そんなことが。で、君が記憶喪失っていうのは本当？精密検査の結果、記憶が人為的に抹消されたことが分かった。それ以外は特に異常はない。何か他にもっと有益な情報は？はあ、すまない。君の素性については引き続き部下に調査させる。どうか我々を信じてほしい。何も発見はなさそうだな。こいつは本当に他の地区から来たんじゃないか。いろいろ聞きたいことがあるようだね。フランツさん、さっき言ってた他の地区って一体どういう意味？そうだな。ずっと昔、俺たちがタイムリバースを研究していた時。フランツさん。はいはい、あまりベラベラ話すな。だろ、分かってるって。すまない。君を疑っているわけではないが、今はまだはっきりしたことは言えない。ただタイムリバースの件には複雑な事情が絡んでいる。ハガード内部でも極秘中の極秘だ。どうか理解してほしい。わかりました、エルリック長官。約束する。時期が来たら全てを話す。1から10まで何もかも説明しよう。ああ、その約束は俺も聞いたからな。忘れるなよ、エルリック。それとジークの消息を探す手伝いもな。その代わり、オムニアムタワーの修復やアイダの子への対応は君に任せる。分かった。オムニアムタワーの件は俺たちに任せてくれ。他に用事は？特になければこいつと二人きりで話をさせてもらえないか。ああ、こちらも仕事が山ほどある。それにこれ以上私から話せることもないしな。ああ、またな。進展があったら真っ先に知らせるよ。ID と権限をチェックします。エルリック、権限レベル5。カラマ、権限レベル4。権限を認証しました。ハガード議会区へどうぞ。掃除で言えば、今回は収穫ゼロだったわけじゃない。少なくとも君はエクセキューターの立場を取り戻したし、ハガードはジークの手がかりを探すのを手伝うとも約束してくれた。だが、エルリックたちはまだ君を完全には信用していないようだ。無理もないさ。君が一体どこから来たのかはっきりしないんだからな。君に隠し立てをするのも仕方ない。そう気に病まないでくれ。彼らが警戒するのも無理ないよ。それと、いろいろ助けてくれて本当にありがとう、フランツさん。大したことじゃないさ。さてと、ここからやることが山積みだ。俺はひとまずアストラ島のオムニアムタワーに戻って状況を確認するよ。パウルからのメッセージが大量に届いてる。大丈夫、ここで起きたことは俺からパウルに説明しておくさ。君はよければここを見学していくといい。何しろ今や君もハガードの正式なメンバーなんだからな。アストラ島のオムニアムタワーで待ってるよ。あまり遅くならないようにな。
野田、記憶抽出装置の効果は？現実をもう一度体験しているみたいだ。過去の出来事をこんなにはっきり思い出せるなんて。記憶抽出装置は君の過去の記憶を完全に呼び覚ましてバックアップもできる。少なくともエルリックはそう教えてくれたが、この記憶が完全に真実で間違いないかというには、やっぱり疑問が残るな。フランツさん、ちょっとめまいがする。おいおい、大丈夫かい？なんて冗談だよ。おい、こっちは真剣に確認してるんだぞ。本当に大丈夫なのか？俺は大丈夫だよ。そうだな。俺と君はどこで知り合った？アストラシェルターの遺跡の入り口。それじゃあ、君が正式にハガードに復帰してから今までどのくらい経った？半年くらいかな。最後の質問だ。君の次の任務は何だ？それは本当にまだ誰にも言われてない。おっと、すまん。てっきりエルリックから話は聞いているもんだと。シャーリーのことなんだが、彼女は一刻も早くベラにジークの行方を探しに行きたがっている。だがあちらとこちらを結ぶ転送ゲートはまだ不安定だ。それにハガードからは今のところメリルが率いる招待しか派遣していない。何よりシャーリーの立場はやや特殊で、間のことの関係もある。そこで君に彼女の付き添いを頼みたいんだ。もう出発の準備はできたか？ああ、今回は君のために記憶のバックアップも特別に用意した。何しろ君には記憶喪失の経験がある。転送ゲートによる異空間移動の途中でどんな不測の事態が起きるかもわからない。バックアップは無事に取れた。君の望むタイミングでいつでも過去の記憶を体験できるぞ。だけど残念ながら抹消された記憶はやはり復元できなかった。いや、ありがとう。君の記憶のバックアップは技術部に頼んでしっかり保管させてある。安心してくれ。そうそう、シャーリーが待っているから出発する前に話をしてくるといい。大丈夫だった？そのつまり記憶のバックアップのことだけど。気遣ってくれてありがとう。私のわがままでこんな面倒なことに巻き込んでごめん。そのもし嫌だったら無理しないでいいから。シャーリー、俺に遠慮はいらないよ。ごめんなさい、そういう意味じゃないの。ただわからなくて、自分は今どんな立場でみんなと付き合えばいいのか。シャーリーなのか、アイダの子の操り人形なのか、それとも。シャーリー、俺たちは友達だ。約束しただろ、一緒にジークを探し出すって。そして二人をシェルターに連れて帰る、そうみんなにも約束したんだ。私たちまだやらなきゃいけないことがたくさんだね。うん、俺たちはこれまでもいろんなことを経験してきた。そしてたくさんの大切なものを置き去りにしてしまった。それを二人で一緒に取り戻そう。うん、あなたと出会えて本当によかった。俺も同じだよ。ありがとう、だいぶ気持ちが楽になったわ。エルリック長官とドクタークレアのところへ行きましょう。そしてベラと呼ばれる新しい世界へ。ええ、おかえり。今ちょうどパウルに今回の厄介事について説明したところだ。ハガードはこのタワーを止めたいんだって？うん、エルリックさんに何とかオムニアムタワーを止めろと。でもどうすればいいんだろう。まったくエルリックのやつ、こんな一大事を俺たちに押し付けやがって。オムニアムタワーの内部を調べたがひどいありさまだ。エナジーケーブルを直すには
かなり手間がかかるぞ。いや、それよりパウル、これをどうやって止めるか知ってるか？もったいぶるなよ。自分が知ってるんならさっさと言え。簡単に言うと、アストロナジーというものを探す必要がある。アストロナジーって聞いたことは？それ何？人工のオムニアム結晶、非常に高効率なオムニアムバッテリーだ。それを使ってタワー内部の冷却システムを動かす必要がある。だが残念ながら大厄災によって製造技術は失われてね。今完璧なアストロナジーを探すのは至難の業だよ。だが運よく闇市の友達が耳寄りな情報をくれた。この近くで格闘技大会が開かれていて、その優勝商品がなんとアストロナジーだというんだ。なかなかの太っ腹だろう。つまりそこで優勝しろってことか？いやでも俺は荒っぽいことは苦手だから、この件は君たちに任せるよ。幸運を祈る。任せて、絶対優勝してみせる。メガ闘技場へようこそ。チャレンジカップはもう始まってますよ。今日の優勝商品はなんとアストロナジーっす。見慣れない顔っすね。ここ初めてでしょ。エントリーします？いろんなとこから有力選手が集まってますよ。でも賭けがしたいなら今は多分無理っすね。おっと、また新たな勇者のお出ましっすね。エントリーの手続きはうちのボスディグさんのとこでお願いします。ああ、ここはメガ闘技場だ。新入りの出場者か。今日は俺がディグの代わりを務める。ここのルールか。要点しか言わないぞ。俺は無駄口を叩くのが嫌いなんだ。リングの上ではどんな手段を使っても勝ちに行け。だが命を奪うのはご法度だ。あと場外バトルは禁止だったかな。多分。まあ好きにしろ。とにかく違反したやつには俺が直接ルールを叩き込んでやる。分かったか？無駄話は終わりだ。もうすぐ試合が始まるから見ていけよ。双剣のあいつもお前と同じで初参戦の新人だ。腕が鳴るだろ。この試合の勝者がお前の対戦相手になる。どうやらケイティで決まりだな。まあお前もせいぜい頑張れ。勝者はやるじゃないか。素人だとばかり思ってた俺が間違ってたようだ。次の対戦相手はマーカス。これまでに何度も優勝を経験してきた人気者だ。挨拶したいってか。試合前に観客席に行って声をかけるといい。キョロすんな。僕がお前の次の対戦相手マーカスだ。なんだその目は。どこのドイツか知らないけど、僕に喧嘩売ってタダで済むと思うなよ。恨むんなら自分を恨めよ。
準決勝一体誰が勝つのでしょうか。新人が電光石火の勢いでマーカスを破り決勝に進みます。準決勝も制したかやるな。決勝戦は3人バトル、最後まで倒れなかった者が勝ちだ。だが今日はお前に付きはなさそうだ。決勝戦の相手は悪名高い小悪兄弟だ。あの二人の実力は相当だぞ。奴らは共同戦線を張ってお前を蹴落とし、賞金を自分たちのものにするつもりだ。正直お前が勝つ可能性はゼロに近い。今までみたいに挨拶してくるといい。だが試合前に面倒だけは起こすなよ。決勝で俺様たちに当たるとはお前もついてねえな。今回も俺様の優勝間違いなしだ。目標は3連覇。いいか、最後に勝つのは俺様だ。ついてないやつってのはお前か。決勝戦で俺たち小悪兄弟とぶつかったら、何？ゴードンが優勝を狙ってるだと？今回は俺の番だって約束したはずだ。オッケー、あいつとはお前を片付けてからゆっくり肩をつける。お前も覚悟しとけよ。興奮の決勝戦もいよいよ始まります。さあ、小悪兄弟の連勝か、それともダークホースの出現か。刮目せよ、これを試合開始。今週の勝者が決定しました。面白い。初参戦で優勝をもぎ取るとはな。現役だったら俺もお前に戦いを挑んでたぞ。あ、おっと、優勝商品を忘れるとこだった。このアストロナジーはお前のもんだ。きっと高く売れるぞ。よし、今日の試合は終了。そんじゃ俺も雇い主に報告してくるか。じゃあな。優勝おめでとうございます。フランツさんがずっとオムニアムタワーでお待ちです。早く届けてあげましょう。フランツさん、アストロナジーを持ってきたよ。手に入ったのかい。すごいね。心配して損したよ。あとはこれをオムニアムタワーの制御台につなぐだけ。それから冷却装置を起動すれば終わりだ。
オムニアムタワーが静かになってきただろう。でもこれはほんの始まりに過ぎない。アイダの子はまだ闇に身を潜めてる。残りの4つのタワーを止めるのが至難の技だ。君とミアはシェルターに戻ってみんなにさよならを言ってくるといい。俺は先に出てここから一番近いベンジスのタワーを調べておく。事情は全部フランツから聞いた。ベンジス港に行くんだろ。お前さんがハガードのために働き始めたのは知ってる。それでもお前さんは俺たちの仲間だ。ジークもどうしようもなかったのよね。だから彼とシャーリンが無事戻ってくるよう祈ってる。ごめんね、あんたに一番大変な仕事を押し付けて。シェルターのために働いてくれたのに私たち何も恩返しできなかった。ジークのこと頼んだぞ。約束するよ、絶対ジークを見つけてみせる。ブルークリークの流れに沿って行けば弁日不当に着くわ。気をつけて。何かあったのか。またハイエナか。あの人を助けないと。たちのおかげで助かった。こんな港の近くまで来るなんて、あいつら最近つけ上がりすぎよね。そうだ、おめでとう。え、おめでとうって何が。ホワイトフラッシュの賞金のことだってば。カレイドさん直々のお達しなんだよ。データベース検索、クオクレクレイドはヒットしません。ベンジス重工の社長さんだよ。そんなことも知らないの。検索完了。カレイド、ベンジジス工業社長。その人物にここのオムニアムタワーの状況を尋ねるといいでしょう。あれ、賞金目当てで来たんじゃないの。あ、そっか。じゃあ来たのはビータ祭のため。それなら残念、今年のお祭りはあんまり見応えないかも。どうして。ここで一日中見てたけど商船が全然来ないの。いつもなら港いっぱいに停泊してるのに。なぜですか、何かあったのですか。もう本当に嫌になる。最近悪い奴らが街をうろついてるから商人たちも怖がって近づこうとしないの。カレイドさんもいつになったらこの件を解決してくれるんだか。行こう、ここは危険だからとりあえず港に戻ろう。